芝の新規、芝の奥さん、今日は2人やります。奥さん1人じゃないのかっていうね、とこもあると思うんですけど、そこも詳しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。先に豆知識としてこれを知っておいた方がいいと思うので申し上げますとですね、アーディティア神群という神様のグループがあるんですけど、バラモン教以来の古代のインド神話における神々の集団の一つでございまして、女神アディティの息子たちなんですよ。古来より太陽との関係が深い神様とされておりましてですね、ゾロアスター教の神様と同一の神様が多いんです。リクグェーダというヒンドゥー教の前身となるバラモン教の聖典の中に書かれている神様でございまして、グワルナ、ミトラ、アリヤマン、バガ、アンシャ、ダクシャ、インドラ、スーリア、この八柱の神様はいらっしゃいます。この中でですね、ダクシャという意志を司る神様、これがね、シヴァのお妃様に関わってくることなんで、ということで始まりでございます。今日はね、もうほとんど神話なんで、絵本をね、読み聞かせみたいな感じでやってみたいと思います。よろしくお願いします。まずね、一人目のね、奥さんですけど、サティって言います。サティの結婚の神話に行きたいと思います。ブラフマーの神の息子で、アーディティア神群のダクシャは、シバ神を忌み嫌っていました。シバっていうのはね、墓場で踊りを踊る神様でもあるんですよ。そういうところが忌み嫌ったんです。それでダクシャにはサティという娘がいました。このサティはシバ神のことを深く慕っておりました。サティが年頃になった時、お父さんのダクシャは彼女の花婿選びの儀式を行うことにしましたが、忌み嫌っていたシバは招待しませんでした。儀式の際にサティはシバがいないことを気にもみまして、シバを心に念じて花婿の首にかける花輪を宙に投げました。するとそこにシバが突然姿を現しまして、その首に花輪がかかりました。サティはシバと結婚することができましたが、お父さんのダクシャは喜びませんでした。ある祭儀の時、祭主のダクシャが入場してきたにもかかわらず、シバが立ち上がって迎えず、これでダクシャはますますシバを恨みました。その後、ダクシャは神々を招いて盛大な釘祭を催しましたが、重要な祭儀にもかかわらず、わざとシバを招きませんでした。サティは夫のシバの名誉のために父に抗議しましたが、逆に父から馬鹿にされまして、怒ったサティは聖火に身を投げ、焼身自殺してしまいました。これを聞いたシバは怒り狂い、太陽のごとき光を放つ3つの目と、幾千本の腕と足を持ち、脇腹から角が出た巨人、ギーガバドラを生み出しました。このシバの化身は、ダクシャの釘祭を徹底的に破壊し、それだけでなく、ダクシャの首を跳ねてしまいました。ダクシャは首を探しましたが見つからず、仕方がなく羊の頭を自分の胴体に据え付けました。妻を失った悲しみなまり、シバは狂気に取りつかれ、サティの遺体を抱いて世界中を放浪しては都市を破壊しました。その様子を見かねたビシュヌ神は、このビシュヌ神っていうのはシバと並んだヒンドゥー教のもう一人の最高神なんですけど、このビシュヌ神はシバを正気に取り戻すため、円盤を投げてサティの遺体を細かく切り刻みました。サティの遺体は108つに分かれて大地に落ちました。サティの遺体の破片が落ちた場所は皆聖地になりまして、遺体の破片一つ一つがその土地の女神として再生しました。そのためシバには何百もの妃がいるとされております。我に帰ったシバはヒマラヤに帰って苦行に入りました。というのがサティの神話でございます。ね、なんとも悲しい神話なんですよね。その後どうなったかっていうのは、また次の神話につながるんですけど、このサティの神話の解釈に行きたいと思います。正当なヴェーダ系の神、つまりですね、アーリア人の神様であるダクシャですね。それと、非アーリア系のね、土着のドラビタ系の匂いが強い神様、つまりシバとの宗教的な闘争を反映しているというふうに言われております。バラモン教、後にヒンドゥー教となるんですけど、当初はね、このバラモン教の神様、ヴェーダの神様中心になっているんですけど、その一人がこのダクシャなんですけど、そのダクシャを倒して、シバが交流するということで、バラモン教がこう下火になっていて、その代わりにヒンドゥー教がどんどん力をつけていくっていう歴史的背景がこの神話に現れていると思います。さて、インドではですね、古くからのね、サティという習慣があるんですけど、この習慣ね、風習はですね、ヒンドゥー教の経典に根拠となる記述はないんですけど、カフ、夫に先立たれた妻のことをカフと言うんですけど、カフが夫の亡骸とともに焼身自殺をすることをサティと言います。つまり、夫の遺体にこのね、まだ生きている奥さんが一緒になって火葬をされて一緒に天国に行くというね、もう悪習と言われる習慣が昔のインドにあったんですよ。古くは紀元前4世紀に西北インドでカフの噴死の風習があったと記録があるわけですよ。それでですね、これがね、社会問題になりましてですね、1830年頃にはですね、サティの禁止法が制定されました。またね、サティのね、反対運動っていうのが起きたんですよ。それでですね、20世紀の初め頃にはですね、サティはほとんど行われなくなりましたが、現在にもおいてなおですね、稀にでありますが、このね、サティという習慣が続けられているんです。で、この習慣の名称はやっぱりこのシバの妻であるサティの神話から来ているということでございます。ちょっと後味が悪い感じなんですけど、喉を潤わさせていただきます。はい、お待たせしました。では次はですね、2人目のシバの奥さんであるパールバーティに行きたいと思います。パールバーティはですね、親切な女という意味のウマーという別名もございます。パールバーティの別名っていうのは結構たくさんあるんですよ。というのも、シバ教に土着のね、女神信仰をどんどん吸収していく過程でですね、この女神様とこの女神様は、パールバーティの生まれ変わりであるとか、パールバーティの化身であるとか、パールバーティの別名であるとか、そういうような感じで同一視されていったわけですね。これがね、なかなかヒンドゥー教のうまいところでありまして、土着の宗教、地方の各宗教が対立しないで、うまくこう一つのヒンドゥー教という宗教に収束していくことができたのは、このいろんな奥さんをめとることによったシバの結婚にあるわけなんですよ。さて、このパールバーティですけど、ヒマラヤ山脈の山神であるヒマワットと、その妻、メーナーの娘でありまして、ガンジス川の女神、ガンガーのお姉さんにあたります。シバの最初の妻のサティの生まれ変わり、転生であるとされております。パールバーティとは非常に穏やかで心優しい神様でございまして、金色の肌を持つ美しい女神とされております。昔はね、パールバーティの肌っていうのは黒かったって言われるんですけど、その黒い肌が嫌で、苦しい苦行を積んだ末に金色の肌を手に入れたというふうな神話もございます。さて、このパールバーティがシバと結婚する神話に行きたいと思います。アスラ。これアスラっていうのは、バラモン教のデーワ神というメインのね、天部の神様がいるんですけど、その天部の神様と対になるような神様の軍があるんですけど、それはアスラと言いまして、このアスラのターラカは苦行をブラフマー神に認められまして、ブラフマーからシバの息子以外には殺されない体というものをいただきました。このね、ブラフマーっていうのはヒンドゥー教の最高神の一人なんですけど、宇宙の創造を司る神様なんで、いろんな神様にね、恩恵を授ける神様でもありまして、ラーマーヤナの悪役のね、ラーグアナに不死身の体を授けたのもこのブラフマー神でございます。で、どうしてね、このシバの息子以外に殺されない体っていうものをもらったかと言いますとね、当時ね、シバはサティを失ったことによってヒマラヤに入って瞑想に入っておりまして、やっぱりね、サティのこと好きだったんでしょうね。一生ね、私はサティのことを思って瞑想するんだみたいな、少なくとも老夫の間は再婚する気配はいないだろうということで、事実上の不死身の体をターラカに授けるわけですよ。その不死身になったターラカは瞬く間に3回、地上界と空中界と天界を意味するんですけど、その3界を攻略、支配しまして、アスラの王様になりまして、デーバ神族、天武神族の神々を苦しめることになりました。そこでですね、神々はシバとパールバーティを結びつけて、子供を産ませようとするわけです。ですけどね、シバは瞑想にふけっているばかりで、一向にその気がないんです。そこでですね、軍人のインドラ。インドラっていうのはアーディティア神軍、冒頭に申し上げた矢柱の神様の一人なんですけど、その軍人インドラは一見案じましてですね、愛の神様であるカーマを派遣することにしました。それでですね、カーマは妻のラティと従者のガサンダを連れましてですね、このラティというのは快楽という意味でございます。それからですね、ガサンダは春という意味でございます。快楽と春だからね、本当にね、愛の神様の奥さんとね、従者みたいな名前ですよね。それでですね、カーマはシバのいるカイラーサ山へ行きます。カイラーサ山っていうのは今ではね、シバを巡礼する聖地になってるんですけど、このカイラーサ山に行きまして、パールバーティがシバに近づいた時を見計らって、カーマが愛の矢を放つわけですよ。瞑想中のシバに当たり、シバの心は少しぐらつきまして、目を見開くと、目の前にはパールバーティがいるんですよ。シバはその心のぐらつきをパールバーティが美しいからだというふうに思わずに、ちょっとこうやって周りを見渡してみると、心がぐらついたのはカーマの矢であるということを見抜いてしまうんですよ。シバは怒りましてですね、シバにはここの額に縦に第三の目っていうのがあるんですけど、第三の目から怒りの光を放ちましてですね、カーマを焼き殺してしまいます。そこでパールバーティはですね、今度は苦行によってシバの心を掴もうとするわけです。パールバーティは厳しい苦行を続けていますと、それを知ったシバは彼女を試そうと考えましてですね、苦行者の姿に化けてパールバーティに近づき、シバの悪口をパールバーティに散々言い立てました。するとパールバーティは怒って反論して、自分のシバに対する愛は不変だと宣言しました。するとシバは元の姿に戻り、彼女の愛を受け入れることにしました。そしてパールバーティと結婚することになりました。うん、いいですね。パールバーティはこの後ですね、男の子のスカンダを生みました。このスカンダは武力の神様ね、軍の神様になるわけですよ。それでこのスカンダによりターラカが倒されまして、3回はデーバ神族に奪還されることになります。スカンダは軍人インドラに代わって新たな新軍の最高指揮官になりました。すいません、ちょっとまた飲み物。はい、お待たせしました。このパールバーティの神話の解釈をしてみたいと思います。軍人がデーバ神族のインドラからヒンドゥー教の神であるスカンダに世代交代するわけですね。これはバラーモン教の力が弱まり、ヒンドゥー教へと変化していく歴史をやはり反映している神話と言えると思います。それからですね、殺されてしまった愛の神、カーマですけど、滅びることはなかったんですよ。肉体を失ってしまったっていうことになるわけですね。で、このね、愛の神が肉体を失ってしまったということは、愛には決まった形がないということを表しているという説がございます。愛の矢を放つというのは、皆さんね、あれと思われると思うんですけど、そうなんです。上座のところでやったんですけど、ギリシャ神話のエロースという愛の神様がいまして、同じように、この愛の矢を打つんですよ。黄金の矢を放って、それが当たったものは恋をしまして、エロースが放った鉛の矢が当たりますと、恋に嫌悪感を抱くという例のいたずら好きの神様でございます。このね、ギリシャ神話の愛の神エロースと、インドの愛の神カーマがね、関連性があるかもしれないと考えるとね、なかなかね、面白いんじゃないかなと思います。さて、シバとね、パールバーティはね、本当に仲良しなんですよ。どのくらい仲がいいかというとね、このぐらい仲がいいっていうね、写真をお見せします。ちなみに、仲がいい写真ってね、ヒンドゥー教のね、神様の写真はね、まだいいんですけど、ネパールとかね、チベットに行くと、ヒンドゥー教とチベット密教が融合した、その地方ならではの宗教があるんですけど、これがね、結構ね、あんな感じの、これ大丈夫なのって18金じゃないのっていうような感じの絵があるんですよ。実はね、それ私ね、ネパールの神様の本をね、持ってるんですよ。昔ね、愛・地球博っていうのがありましてですね、その時にネパール館っていうところにその本を見つけたんですよ。それで、あ、これはすごいと思って買ったんですけど、中見たら、うわ、これ大丈夫なのこの本はって感じの、私の宝物でございます。あとね、その愛・地球博の思い出としてはね、インド館っていうのがあったんですよ。で、インド館に入ってみようとしたら、インド人に首根っこを掴まれて、はい、あなたこの仏像安いよ、いくらだよとかね、この絵はいくらだよとか言って、すぐに売りつけられそうになったんです。で、私はね、あ、まだまだ、見てるだけですからって言ったら、見てるだけの人はいらない、出てってって言われて、つまみ出されたんですけど、ってこれ、だってこれってエキスポでしょ？世界博でつまみ出されて、お客さんつまみ出されて、だって見て気に入ったら買う気があったのに、見るだけいらないって言って、インド人すごいなぁと思いましたね。ということで、前置きは長くなりましたが、仲の良いシヴァとパールヴァーティの絵をご覧いただこうと思います。これわかりますか？右半身がシヴァで、左半身がパールヴァーティって絵なんですよ。この絵は名前がついておりまして、アルダーナリーシュワラと言います。アルダーナリーシュワラ。2回目に行った方が読めないってすごいね。いや、さすが私ですね。アルダーナラリーが、アルダーナリーシュワラ。と言います。もうね、これね、最初のところを編集して動画にしますから、これはね、シャクティズムっていうのを表しているんですよ。シャクティズムっていうのは、神様も男女一対、男性要素と女性要素を合わせて、初めて神様は完全なものになるという信仰でございます。そのシャクティズムが最も色濃く現れているのが、このね、シヴァ教でございまして、奥さんはたくさんいるっていうのもあるんですけど、シヴァっていうのはやっぱね、性的な信仰が強い神様でもあるんで、それでリンガ崇拝とかもあるんですけど、ちなみにですね、このシャクティズムのさっきのね、絵なんですけど、男性要素は右側、女性要素は左側というような、ちゃんと決まりがございまして、もう一回チャレンジしてみると、アルダーナラディシュガラ。あ、言えました。これはね、必ず右がシヴァで左がパールヴァーティの絵になっております。ということで、そろそろピアノを弾いてみたいと思います。シヴァとパールヴァーティのね、仲睦まじいところを想像しましてですね、ピアノを弾いてみたいと思います。よろしくお願いいたします。